くもまあキノコ観察。キノコって今日だっけ、人生初めてのだね。うん、緊張してんの？大丈夫、応援してる。 ありがとう。いらない、大丈夫、いらない、大丈夫、いらない、いらない。相変わらず塩対応。いいの、それが水なの。また渡せなかった。片思いして半年、でもそれも今日でおしまい。願わくば先へ、その山田くん、ずっと好きでした。もしよかったら連絡先交換してください。誰？無理だから。あんな振られ方、初めての告白だったのに。今までありがとう、さようなら。ん？何これ、こんな書き込み。どういう、山田くん。ウィース。もしかして聞いてました？まあ気にしないから続けて。いえいえ、気にします。あのどうしてそちらに？今日図書当番だから。そういうのって吐き出せばすっきりするんじゃないの？好きだった人を好きじゃなくなるなんて辛すぎる。こんな思いするくらいならもう一生片思いがいい。両思いとか彼氏とかいらない。へえ。ごめん、今の忘れて、全部忘れて。ごめん、恥ずかしい、黒歴史だよ、黒歴史。あ、じゃあこの本片付けちゃいますね。キサラギさんって笑顔似合うと思う。ありがとう。必要ない。手伝うよ。あ、スイ、お願いがあるの。男子のブレザー借りて写真アップするのが流行ってるでしょ。スイの貸してよ。花咲さんずっと古い。ねえ、スイ聞いてる？貸して。そうい
えばチギラ君って学校一のモテ男子さんなんだった。不思議な時間だったな。手塚君、なんでもない、なんでも。図書専任、次それよろしくな。また私、うん、だって本に詳しい専任に頼んだ方が早いだろ。はい。それはそうと、失恋した。どうしてそれを見ちゃった。最悪、公開処刑じゃん。千人、こんなクソキノコ野郎をとっとと忘れてさ、今度の日曜俺とデートし、ね、今度の日曜遊ばない？大学生と。ん、失恋を癒すには新しい恋で上書きするのが一番。そっか、そうだよ。よし、キノコ野郎見返す。大学生デート、余計なことすんな。何が？とんでもねえ。ただいま。レン、帰ってきたらまず何するんだ？お手洗うの。あったり、よくできました。じゃあ行こっか。うん、うん。好きな人なんて見つかる？心の声漏れてる。千尋くん、また聞かれた。あ、珍しいですね、千尋くんがこの電車。朝練ない日はだいたいこの時間。そうなんだ。何度も如月さん見かけてた。いつもニヤニヤして。私平日者だね。いや、楽しそうで微笑ましかった。
同情？はい、これ生きてます。あの、昨日のことだけど、片思いごっこのミッション分かりやすいように書き出してみました。片思いとかしたことないからわかんない。え？好きな人に思いが通じず一方的に恋焦がれる思いだよ。きっとちぎら君ほどのお方はいつも最初から両思いなんだ。片思いってストーカーか何か？恋をするとね、みんな常識的なストーカーになっちゃうんです。めんどくさい。それが全然、むしろ楽しいんだよ。キサラギさんに合わせるよ。ありがとう。でも安心してね、これはあくまでもごっこで、ちぎら君のこと絶対本気で好きになったりしないから。それからこのことは私たちだけの秘密にしてください。周りに変に勘違いされて迷惑かけたくないから。俺は別に気にしないけど。誰かにこういうこと、もう書かれたくないし。分かった。でも、キサラギさんはブスじゃない。ありがとう。じゃあ、まずは数えるシリーズ。好きな人を見つけた回数を数える。目標は1日5回。目が合った回数を数える。お願い、こっち向いて。何、ちょっと雨乞い。え、何、雨乞いじゃない。じゃあ何、え、分かった、雨乞いじゃないんだ。チェックシリーズ。好きな人の情報をチェックする。まずは投稿時間。おお、どうしてこの電車に？あ、ちぎら君。あ、これは片思いごっこのミッションです。すみま、ストーカーです。いや、ミッション。ちょっとドキドキしました。片思いっぽかった。なんで後ろ？これはその片思い業界ではあるあるでして、好きな人の尾行みたいな。朝練がある日は朝7時には学校にいる。え？毎日この道を通る。で、休日はよく大庭公園で練習してる。レア情報ありがとう。これで一気にストーカーしやすくなりました。引きました。
テントウムシ。いやしたくないな。静かに。ごめんなさい、練習の邪魔しちゃって。邪魔じゃない、ちょうど休憩しようと思ってた。よかった。なんとなくちぎら君はもともと足が速いんだと思ってた。でもそれだけじゃないんだね。練習して部活がない日もこうして一人で。なんかちょっと孤独なスポーツなんだね、陸上って。ごめん、何も知らない私が。確かに孤独かもしれない。大会前とか時々怖くなる。そうなの？私なら怖くて逃げ出したくなっちゃうかも。ちぎら君はやめたいとか思ったことないの？ない、一度も。どうして？走るのが好きだから。片思いプレーっぽい。あ、ごめんなさい、その片思い業界ではこんなこと。待つよ、キサラギさんの傷が癒えるまで。え？ずっと待つよ。どうしてそんなに優しくしてくれるの？私とちぎら君はその住む世界が違うっていうか、今までまともに話したことすらなかったのに。わかるから、キサラギさん。俺は自分の気持ちにもよくわかんないけど、キサラギさんが言ってたことはわかる。どういうことなの？ちぎら君は謎すぎる。でも今はとにかく頑張らなきゃ。次は。好きな人の好きなものを好きになる。よし。ちぎら君は、こ
日真剣だね。もうすぐ関東大会だからね。スイは去年もインターハイに行ってるし。すごかったよね。スイ。もしかして仙人、シギラのこと？いや、違う、だって私、この間失恋したばっかなんだよ。それに、シギラ君は雲の上の人、恋なんてない。あ、手、貸してくれてありがとう。走りすぎて足痛めるなんて。キサラギ何部だっけ？帰宅部です。え？帰宅部？帰宅部。サッカーもできるなんて。スイは昔サッカー部にいたから。ごっこがなければ私なんて目すら合わない。危ない。大丈夫ですか？すいません。あ、大丈夫です、大丈夫。大丈夫じゃない。
脱がせていい？はい？どうしたのこれ？片思いごっこのミッションです。好きな人の好きなものを好きになる。走ることはチギラ君の好きなことだから、私も好きになりたくて。それだけのために？うん。走るの禁止。え？俺の好みに合わせて、キサラギさんが傷を増やす必要ない。うん。でもね、好きなものは大事にしたいの。好きなものなら他にある。何？キサラギさんのほっぺ。俺専用のほっぺだから誰にも触らせないこと。はい。顔が熱い。これは恋？ダメ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 。これはあくまでもごっこなんだから。ちぎら君は片思いプレゼントしてくれてるだけで勘違いしちゃダメ。